今日は3月4日ですね。もう9時ぐらいかな。ちょっと渓流に向かいたいと思います、ね、今日ちょっといやこれはやっぱ県の年券も来たんで今日行ってみたいと思います。あとちょっとモバイルのバッテリーの充電器ちょっとお借りしたのでそれも使ってみたいと思います。これから向かいます。3月の4日ですね。やっと渓流釣り解禁になりまして、といってもそんなまだ本格的なシーズンじゃないんで、まあ、毎週というかまあワカサギもあるんでそことちょっと両立しながら行きたいと思います。もうシーズンになると夏とかになるともうほぼ毎土日は渓流に行ってるんですけど、今時期は何だろう、3月はと何数回しかまず行かないで徐々に行く回数を増やすっていう感じなんですけど、意外と今日はあったかいですね。4度、今4度あります。大体渓流はマイナス、基本日中マイナスだとやらない行かないですね。でプラスになるとちっちゃい虫も飛び始めるので、ユスリカですね、ユスリカとか雪虫とか寄れるもうちっちゃいやつ、あとまあライズあればライズ取りたいんですけどね。で今時期でもライズあるとこではあるんですけど、ちょっと雪深いかなと思って一応スノーシューも持ってきてるんですけど、できればスノーシューは使わないとこに入りたいと思います。とりあえず沿岸方面に向かって、あと雪次第でもうちょっと沿岸海寄りに行くか、手前に入れたら手前でやるかやりたいと思います。今国道を走ってるんですけど、宮古方面です、ね、今日はなんですけど、意外と雪あるかなと思ったらもう溶けてますね。結構溶けてます、ね、ただ区境のあたりはまだ雪があるのかなと思うんですけど、意外ともう雪がないです、ね、でこれで怖いのが雪城なんですけど、雪城も今出てる感じしないので大丈夫じゃないかなと思うんですよ、これ魚いればかなりいい感じですね。いればっていうか、ね、ちょっと雪にはまらない程度の川で釣りしたいと思います。今日の目標はですね、まあ、1匹釣れればイワナヤマメ1匹ずつ釣れればいいなと思います。ちょっとヤマメは難しいのかな、どうでしょう。まあちょっと行ってみたいと思います。もう10時になりそうです。もちろん GoPro 充電にもいいです。小さい川に来てます。気温が7度ぐらいで、水温を測ってみますか。電池あるかな、でも水温計の電池があるか。あ、取れた。なんでないでしょう。 7.8 度、結構高いね。高いっすね。
水温7度だと結構高いです、ね、1度とか2度だともうダメなんですけど、いきなりですけどもドライでやってみようかなと。結構ちっちゃい虫ハッチしてるんですよね。ユスリカ、ユスリカっていうよりは木陰がハッチしてるような感じなんで、16番かな、これ14か16番パラシュートを使ってちょっと釣り上がって様子見たいと思います。出るかな、いれば出ると思います。いるかな、お、出た、左に出ました、いきなり出た、ちっちゃいチンオヤマメいるんだな、光かな、いきなり出ちゃったね。やっぱドライでヤマメの稚魚です。一匹目がいきなり出たな、来た、飛んできた。いやドライで出ちゃうね。ちっちゃいヤマメだ。いやもういいね、かなりいる。何て言いますか、どこにいるんだろうね。やっぱ緩いとこにいると思うんですよ。あ、来た。ヤマメ。なんか結構釣れるな。ヤマメが来ました。いいヤマメ。一匹どころじゃなかった。ちっちゃいけど。ここはいるだろう。ここはいると思いますよ、手前から。ちっちゃいのかな、でも。来た、ちっちゃいけど、こっちの系ですね、ヤマメオンリーで。いやすごいね、チンホーリーしてるの。よし、あっ、いいのかもしれない、ちっちゃいけど。面白いですね。来ました。あ、飛んだ。イワナかな。ヤマメです。飛んじゃった。ちっちゃいな。まあまあサイズ。ゴミが。よし。ああいいね。黒い。やっぱ錆びてんね。サビが入って、よし、っなんかもう一匹
溜まってますね。溜まってますね。相当、あ、よし、来た。溜まってる、溜まってる。おー、いい。岩菜かな。ヤマメ。こっちでしょ。岩菜。お、ヤマメだ。いいヤマメだな。ここではいい、ナイスサイズです。溜まってますね。うん。よし。すいません。ただ詰めて。手が。フラットなプール。障害物だらけです。あ、そうだ。ちっちゃい。いた。やっぱいた。よっしゃ。そうでいない。そうでいない。どうでしょうね。よっしゃ、来た。やっぱヤマメオンリーだ。痩せてるね。